できることがあると思って今までいろんなお仕事をしてきました。政治のもっと若者に興味を持ってもらおうとかしたりとか、政治塾に通ってコメンテーターのお仕事をしたりとか、少しでもみんなのなんか人生が幸せになればいいなと思って日本幸福戦略という本を出版したりとか今までしてきました。だけど今年に入って私にとって大きな事件がありました。それはメンバーのひかりちゃんの事故です。なんかいくらゆきちゃんすごいねって言われたりとか、さすがとか言われたりとかしてても、私は大切な人が苦しんでいる時に何も力になれないんだなっていうのをすごく実感して、すごく悔しかったです。でもひかりちゃんは一生懸命リハビリをして花弁女子に残るっていう決意をして、本当に前向きに頑張ってて、私はその姿にすごく勇気をもらったし、きっとたくさんの人に感動を与えたりとか励ましになったと思います。そんなひかりちゃんの姿を見て、私も人の未来を守ったりとか、誰かの未来を明るく照らせるお仕事をしたいと思いました。もっと私にしかできないことがきっとあると思って、これからの私の人生を考え直しました。そして私は政治の世界に進むことを決めました。政治活動を始めなきゃいけなくて、多分2月ぐらいからライブに出る回数も減ってしまって、みんなに会える時間もこうやってステージに立てる時間もあとわずかなんですけれども、私は私にしかできないことを探して、少しでもみんなの毎日が明るくなるように頑張りたいと決意をしました。これから一人で戦うことになると思うと、すごく不安もあるし、きっと炎上するかもしれないし、なめんなとか言われるかもしれないし、できるわけないって言われるかもしれないし、そもそもこれなんかアイドルかよって言われるかもしれないし、たくさん批判があるかもしれないけど、やり通すと決めました。さくらゆきという名前で今まで活動してきたんですけれども、これからは本名の橋本ゆきとして、今私が住んでいる渋谷区の政治に挑戦しようと思っています。もうこの選択もみんなと過ごした毎日があるからこそたどり着いた結論というか決意で、本当にみんながいなかったらこの8年半っていう大変だったけどすっごく楽しくて濃い毎日がなかったら、この道を多分選ばなかったと思います。みんながいたからこそたどり着いた私だけの道なので、ぜひこれからも見守っていてください。よろしくお願いします。